スチールウールスチールウールは非常に微細かつ柔軟な鉄繊維のタワシである。金タワシとも呼ばれる。1896年に商品化された。製造には低炭素の鉄が使用され、目的の細さにできるブローチ切削陣で細い繊維状に加工する。ライトペイントと呼ばれる芸術作品で使用される 燃えた、スチールウールハットアイアンエイジ、ボリュームルビー、P871、サイテッド、バイジャーナルオブザアイアンスチールインスティチュート、ボリューム50、イシュに、P482、スチールウール、ロー、コスト、ドゥ、エブリシングホームショップマテリアル。ポピュラーサイエンス208、 124、衣12春0161から7370、http コロンスラッシュスラッシュ books.google.sashrushbooks、id イコール無人バーチ&、ピコグラムイコール pa124&、ソースイコール gbsdocr&、キャドイコール12009年7月21日閲覧。避難所解説を疑似体験、ボッシュ自動車ハンドブック p447。 スチールウールグレーズザ・エンジニアリング・トゥールバックス2014年3月23日閲覧ありがとうございます